明日、12月30日、富士山女子駅伝が行われますが、各大学のエントリー選手が発表されましたので、注目校を紹介してまいります。今回紹介する大学は、過去最多優勝を誇る立命館大学を紹介させていただきます。1区は4.1キロ、1年生の村松優選手。2区は6.8キロ、2年生の村松智選手。3区は3.3キロ、1年生の土屋誠選手。 4区は4.4キロ、1年生の宮澤美也選手。宮澤選手は長野東高校の卒業生ということで、宮古を優勝した長野東高校の後輩からパワーを受けて走れるのかなと思います、期待しております。名、ま、城、あ、大学は、ね、え長野東高校とパイプ太いですけれども、宮澤選手もしっかり活躍を期待しております。そして5区、10.5キロ、最長区間は4年生、キャプテンの左田凛選手。6区は6キロ、2年生の福永風花選手。 そしてアンカーの7区 8.3km は4年生の、えー、平岡美穂選手がエントリーされました。それでは各区間選手の紹介をさせていただきます。1区は 4.1km、1年生の村松優選手がエントリーされました。全日本大学女子駅伝1区区間2位の村松選手が1区にやってきたということで、まあ1区もありそうだなというふうに思っておりましたし、私のね、事前の動画で1区もあるというふうにね、予想してましたけれども、 他の区間もね、あり得た中で1区にやってきたということで、まあ、全日本の距離の上と、えー、区間の重さを考えたら、富士山の1区はね、意外だなというふうに感じました。ただ、オーダーを全体を見ると、前半勝負にやってきたなというふうに感じさせれるようなオーダーで、えー、組んできたということで、まあ、少なくとも2区終了時点では、立命館大学トップでいたいのかなというふうに思いますし、村松優選手もね、チャンスがあれば全然区間賞を取れる、えー、そんな力がね、あるんじゃないかなと私見ておりますので、期待しております。 まあ前半ね、プレッシャーを名城大学にかけて焦らせたいところですよね。そういった戦略が組めるのかどうかというところで村松選手、まあ非常に大切なポジションをね、担う形となりますけれども注目しております。え2区は6.8キロ、2年生の村松智選手がエントリーされました。全日本大学女子駅伝3区で区間2位ということで、全日本もね、前半のエース区間を走りましたけれども、今回も前半のエース区間に、えー、やってきたということで、えー、優勝を 狙う上では、名城大学を意識しなければならないんですけど、名城大学はエースの山本優真選手を最直下の5区に起用してきたということで、まあ、村松友選手との、ね、マッチアップは、全日本と同じようなマッチアップは、ね、なくなりましたから、村松友選手としては、前半主導権を、ね、握りたいところだと思うんですよね。えー、妹の、えー、優選手の時も話しましたけど、 2区終わった時点で、まあ、トップに立っていたいというね戦略が見受けられるようなオーダーを組んでまいりました、まあ、オーダーを組んできたというか名城大学がね、えー、後半型のオーダーに、えー、感じておりますので、まあ、そこでねうまくかみ合わなかった中でしっかり立命館大学前半でね仕掛けられるかどうかかなり楽しみな配置となりました、まあ、村松優選手、友選手ともにですね、えー、本当に腰高のフォームですごい綺麗に走るんですよね。 走りの走り方というかフォームは本当に美しくてまあ村松姉妹の走り方というのを私すごい推してるというかすごい好きな選手なのでぜひ頑張っていただきたいなというふうに思いますし名城大学はね全日本1区からずっとね先頭を走り続けてきましたからまあそういう勝ち方もさすがだなと感じますけれどもぜひ他の大学もね前半 え見せ場を作っていただきたいなというふうに思いますけれども立命館大学の村松姉妹に注目です3区は 3.3km1 年生の土屋誠選手がエントリーされました 5,000m16 分39秒05のえ記録を持っておりまして 5,000m ね 1km あたり3分20秒切って走る力があるということで 3.3km という距離適性全く問題ないのかなと思いますし関西大学女子駅伝4区でね区間賞いい走りされておりましたので まあ全くね問題ないのかなというふうに思います、えー、岡山県工場間高校時代にはインターハイ宮古寺も走っておりまして大舞台も経験しておりますし、まあ、インターハイ走るトラックのスピードもあるということで三、まあ、区の三点三キロ全く問題なく対応できるのではないかなと思いますただですね展開に一つ鍵を、えー、握っていると思いまして二、まあ、区終わった時点で立命館大学としては先頭にいたいと思っていると思うんですよね まあそういった中で土屋選手、まあ、戦闘だったり、まあ、戦闘争いの中で助けを受けることはほぼ間違いない中で、しっかり自分を見失わずにね、えー、走ることができるかどうかというところで、まあ、大舞台は経験していると思うんですけれども、明日全国大会の舞台でね、えー、どんな走りをしてくれるか注目です。 続きまして4区の4 4キロ1年生の宮沢美也選手がエントリーされました。え先ほど紹介した通り、長野県長野東高校の卒業生ということで、宮工児初優勝を果たした、えー、長野東高校。 後輩からね、パワーを受けたと思いますので、宮沢選手の走りに期待したいなと思います。5000メートルの自己ベストに関しましては、16分47秒76の記録を持っておりますけれども、まあ、長野東高校といえば、まあ、立命館大学もそうなんですけど、駅伝ロードに強い選手がね、揃っておりまして、まあ、特徴としてはトラックよりも駅伝ロードタイプの選手が多いということで、まあ、私はね、すごい期待しております。4区に関しましては、上りの区間もありますし、 まあ風も、ね、例年強いということで、まあ、そんな区間になっておりますので、まあ、今回、前半型のオーダーということでかなりいいポジションで助けを受けるのではないかなと思っております長野東高校からの後輩のパワーそして仲間から受ける助けのパワーをもらって全日本、ね、宮沢選手走っておりませんからいいチャンスだといい経験だと捉えていただいて活躍を、ね、期待したいなと思います。もう労働駅に強い選手 長野東高校の卒業生揃ってますからね、まあ、そういった中で前半いい流れでポジション回ってくると、まあ、そのままの勢いで走ってしまってもおかしくないのかなと私は期待しておりますどんな走りをしてくれるか注目ですそして5区エース区間の1 0 5キロ最長区間4年生の左ンカ選手がエントリーされました、まあ、エースで4年生そしてキャプテンということで最後の富士山女子駅伝を迎えます全日本大学女子駅伝を5区最長区間で区間2位と結果を残しました この時区間賞だったのは拓殖大学の不破セイラ選手なんですけど、不破選手は今回エントリーから外れてしまいました。ちょっとね、悔しい、苦しい結果となってしまったと思うんですけれども、まあそんな中ね、日田選手、区間賞候補の一人として区間賞を狙いに来るのかなというふうに思います。まあ名城大学は山本優馬選手が来るということで、まあなかなかね、簡単には区間賞を取らせてもらえないとは思うんですけれども、 チャンスが全くないわけではないと思いますからぜひね、飛田選手の走りに期待したいなと思います。全日本以下でも1万メート m 再入賞、銅メダル獲得してまして表彰台上ってますから飛、まあ、田選手の力を考えれば可能性はね、えー、あるのかなというふうに思いますし、まあ、前半型のオーダーですからね、最長区間でどう勝負してくるかどう仕上げるかが注目をしておりますロックは6 k ロ2年生の福永風花選手がエントリーされました。 関西大学女子駅伝5区で区間賞1万メートルも34分台を持ってる34分台前半の記録を持ってるということで6キロという距離に対しては全く不安なく走れそうなのかなというふうに思っておりますただ一つ大切なのが展開ですよねまあ展開としまして今回立命館大学前半型のオーダーを組んできてるということでそして最長区間にも飛田選手が待ってるんですよねそういった中でね優勝争いメダル争いまあ上位で来ることほぼ間違いないんですよね そういった中で、駅伝の経験あとか、その先頭争いでくる、たすきのポジションを守れるかどうかというところでね、対応力が一つ鍵になるのかなと思います。まあ、個人としての能力で、距離の、距離的性は全く問題ないと思いますので、まあ、福永選手の走りには期待しております。えそしてアンカーの7区、8.3キロ4年生の平岡美穂選手、関西大学女子駅伝6区で区間賞、全日本大学女子駅伝6区で区間2位ということで、 関西全日本とアンカーを走りました。もう4年生最終学年ですけれども、主要区間を走る選手へと成長されました。今回も2番目に長い距離、アンカーを走ることになります。そして、上り坂が待っている中でどういう対応力を見せるのか、最後の富士山女子駅伝、平岡選手の走りに注目です。まあ、あの、本当に前半から面白いメンバーを組んできたというところを考えると、何番目でね、平岡選手がゴールテープ切るのか、とても楽しみにしております。 ということで、今回の動画は明日12月30日、富士山女子駅伝が行われますが、各大学のエントリー選手が発表されましたので、注目を過去最多優勝を誇る立命館大学を紹介させていただきました。まあ、見せ場をね、必ず作ると私はね、思ってますので、ぜひ立命館大学皆さん期待してください。以上。